キースルパート・マードックは、オーストラリア系アメリカ人の実業家。メディアコングロマリットのニューズコーポレーションを立ち上げ、世界的なメディア王として知られる。ニューズコープとフォックスコーポレーションの株主、共同会長という立場で、テレビや新聞、映画、雑誌、音楽産業、インターネットなどを中心とした世界に散らばる、メディア企業を率いている。 長年オーストラリアを拠点としていたが、1985年にアメリカ合衆国で、フォックス放送を創設した際に、連邦通信規則との関係でアメリカに帰化した。オーストラリアのビクトリア・シューメルボルンに、1931年に生まれる。ジャーナリストであった父のキース・マードックは、オーストラリアの名門社会の一員で、第一次世界大戦での報道で活躍し、 当時のオーストラリア首相、ビリー・ヒューズの個人的なアドバイザーでもあった。また、メルボルンの新聞、ザ・ヘラルドなどを所有し、オーストラリア一政治的影響力の強い、新聞社社長、メディア経営者となった。キースは1928年にエリザベス・ジョイ・グリーンと結婚し、息子ルパートと3人の姉妹を設けた。キースは、 ルパートの少年時代の不出来さに不満を持っており、息子が自分の後を継ぐことを絶望ししていた。ルパートはキースに反抗的であった。母エリザベスは103歳まで生き、生涯ルパートに強い影響力を持った。ルパートはメルボルン郊外のジーロングにある名門校ジーロング、グラマースクールで学び、オックスフォード大学のウースターカレッジへ進学し、学生新聞。 チャーウェルで広告を販売していた。1952年、父、キースの休止によりルパートは、学業半間で、オーストラリアに戻り、父の後を継いで、メディアグループのオーナーになろうとしたが、相続税を払った後には、ザ・ヘラルドなどの主要な事業は残っておらず、アデレードの新聞、ザ・ニューズなどが過労して、ルパートの手元に残った。ザ・ニューズの社長となったルパートは、 アデレード近くで起きた少女殺人事件で逮捕されたアボリジニのマックス・スチュワートの冤罪と死刑反対を主張し大キャンペーンを行った。この結果スチュワートは冤罪が認められ釈放され、ルパートは大いに名を挙げたが、このキャンペーンの実際の功労者は編集長のローハン、リベットであった。ルパート・マードック・マードックはザニューズ氏をもとに 持ち株会社ニューズリミテッドを創立し、オーストラリア各地の新聞を買収して1970年代には、オーストラリア有数のメディアグループへと成長させた。1964年には、オーストラリア発の全国紙、ジオーストラリアンを発行し、政治的影響力も高めている。また1969年には、ロンドンの座ン買収。 迷子カラーのヌード写真を掲載するなど一部の品縮を買いつつも労働者階級の人気を得ることに成功。1970年代には同じく英国のメディア王であったロバート・マクスウェルと激しく争いながら英米各地の新聞を次々買収し1979年にニューズコーポレーションを設立した。1980年代には イギリスの名門詩タイムズ、アメリカの映画会社20世紀フォックスの買収、アメリカでのテレビネットワークフォックス放送の設立など、事業を拡大し、その経済力、政治的影響力は、世界規模に拡大している。1987年にはかつて父が所有し、本拠としていた、ヘラルドウィークリー・タイムズ社の買収に、ついに成功し、 父のメディア王国を取り戻した。2005年には、当時世界最大の SNS マイスペースを買収。2007年、ウォールストリートジャーナルの発行元であるダウジョーンズを、参加に収める。2011年7月、ニュースオブザワールドの盗聴事件に絡み、ニューズコーポレーション CEO として、イギリス会員の調査委員会に召喚された。2012年7月22日、 子会社のニューズインターナショナル社は、マードックが、参加の英雄力士の経営陣から退いたことを、明らかにした。2013年6月28日、ニューズコーポレーションが、エンターテイメント分野を主に担う21世紀フォックスと、出版分野を主に担う新しいニューズコープに分社化、された。両社の最高経営責任者を引き続き務める。 2019年3月20日、ウォルト・ディズニー・カンパニーが21世紀フォックスの大部分を買収した。しかしディズニーはすでに放送ネットワークである ABC を所持しているため河川が懸念され、フォックス放送とその関連事業は新会社が運営することとなった。そのため、同日フォックスコーポレーションが営業を開始し、マードックはその会長を務めている。 1970年代半ばまでは、ルパート・マードックのグループ各紙はオーストラリア、労働党やイギリス労働党支持だったが、その後は、オーストラリア自由党やイギリス保守党支持に回る。政治的には、保守を代表しているとされる。リベラルどもを潰そうとも発言している。一般的に参加のメディア企業が新米、親、イスラエルなどの姿勢を通り、これまで、 ロナルド・レーガンやマーガレット・サッチャー、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ、デイビッド・キャメロンといった新保守主義、新自由主義の政治家を支持してきたため、マードック本人も保守主義者だと言われている。しかし、彼は1975年までは左派であった。その後は保守に転向する。ただし、イギリスでは労働党のブレアが政権に就くと、 これまでの保守党支持を翻して労働党支持を表明したり、オーストラリアでも労働党党首を支持している。チベット亡命政府指導者のダライラマ14世を攻撃するなど親中派であること。2008年のアメリカ大統領選挙では共和党の支持率の低迷から当時の民主党の大統領選候補者だったヒラリー・クリントン支持に回るなど、風見取り的な姿勢も目につく。 また、反王政であることも有名で、特に、イギリス王室に対する報道は激烈である。本人は、自分自身を、リバタリアニズムの信奉者だとしている。彼はこれまでに4回結婚している。1956年にパトリシア・ブッカーと結婚し、カズメを設けたが1967年に離婚した。この結婚に関しては彼は多くを述べていない。同年、 社員で、エストニアイミニ出身の若い女性、アンナ・トーブと結婚し、エリザベス、ラクラン、ジェームズの次男カズメを設けている。アンナ夫人とは1999年に離婚し17億ドルに、上る、遺写料を支払った。その半月後、当時70歳のマードックは、当時30歳のウェンディデンと結婚している。ウェンディとの間には、 グレースとクロエの次女が生まれている。2013年6月、ウェンディとの離婚をニューヨーク州高等裁判所に提出した。2015年10月25日、ローリングストーンズのボーカル、ミック・ジャガーの元妻、ジェリー・ホールとの交際が報じられ、2016年1月12日、同日発行のタイムズで婚約を発表、3月5日にロンドンで結婚した。 エリザベス、ラクラン、ジェームズの三人はそれぞれニューズコーポレーション内の重役となり父の後継者の座を争ったが、次男ジェームズを除く二人はすでにグループを離れ独自のビジネスを進めており、ジェームズが後継者とみなされている。エリザベスは一度離婚し、イギリスの中堅規模の広告会社、フロイドコミュニケーションズの創設者で、ジークムント・フロイトの彦にあたるマシュー・フロイトと、 結婚している。自身が所有するフォックスネットワークの人気番組で様々な米英の有名人が本人役でゲスト出演するザ・シンプソンズにおいてはわしが世界征服を企む悪のメディア王ルパート・マードックであるというセリフを喋ったこともありユーモアには一定の理解を示す人物。また映画 零零七トゥモローネバー第二登場する英中間に戦争を起こさせ、それらを独占報道することで莫大な利益を得るとともに戦後の中国での放映権を獲得しようと画策するメディア王のエリオット・カーバーはルパート・マードックのライバルだったロバート・マクスウェルがモデルとされているが、ルパートを皮肉った部分も持ち合わせている。ありがとうございます。